キャップを譲ってお前が死ぬならいいんだけど、お前が人殺した場合どうするのと。こういう話やな、俺ら。じゃあ何でもいいでいいや。俺親戚だよ。何でもいいでいいや。こういうやつ、こういうやつをこうやって振っていくんですよ。やべえよ、上のやつが。片方だけバーンって外れて。怖い、この前の怖い。慣れてきたから本性が出始めたっていうのが分かる。昨日俺車帰り、ビューティー。じゃあ何でもいいでいいや。俺親戚だよ。何でもいいでいいや。親戚はどうやって調べちゃうの？え？先生さん？どういい？お前となんか三人してたから。どう？呼んでくるわ。今仕事はどうなの？15分で終わらせよ。はよ。取れたか十分。どうなの？今どうなの？俺は盛り上がりだな。盛り始めちゃいました。盛り上がりだ、盛り上がりだ。楽しいだろう。でもじゃあそれも言っちゃかんって。ああ、それもやしよ。こっちに行くんだよ。なるほど。やし、こっちか。今俺こういうやつ、こういうやつをこうやって振っていくんですよ。僕じゃあ上のやつ、上のやつが片方だけバーンって外れて、スランプ、これは片方、そっちのワイヤーがバーンって取れて、こんなんだね。片方はこっちだけバーンって取れて、一発してるやん。やれよ。仕事のミスは別に怒られてもいい。挨拶とかできることやらんもんやからな。分かってねえのに分かりましたか。今の若いの多いの。はいはい。ミュウ、言い訳から入る。ミュウどうなの？じゃあ普段の家でここで撮るとき、みんなでご飯食べるときはマジうるさいから喋る。そうそう、喋るの。だからそうしちゃうもいいんだと。そうだから喋るのに何かが違う場面になると恥ずかしいのが喋らんよね。俺そういう仕事、そういう部分が分からん。だんだん自分が出てきて、俺なんかこの間やめるやめるの。最近俺見せるのくちゃん、だんだん喋らないとか、いいことだなと思って。カメラだから喋らんっていうの。関係ない関係ない。カメラだから喋らんっていうのがあるけど、現場では関係ない。カメラじゃないとこでそういうことがあるから使用しとるもんね。そう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 。カメラだけっていうかやって、あ、親方言うかやめて。カメラの3匹待ってるだからやめない。待ってる、猫だよ。親子喧嘩やめて。始まるからミオも何も喋らない。いいよ、これ動いとんかなと。俺は見とってすげえ変わったな。まあメンツもあると思うけど、なんかだってうちの若い人とか後ろからいて変な顔ウェーってしたりしとるでさ。マナ君の孫。あ、本当や。どうしたの？孫、孫ですか？孫。おお、あ、息子？あ、息子。動画 YouTube 出ていい？いや、パワーカップしてください。あ、じゃあこっち座り、こっち座だ。へえ、すごい、しっかりしてるね。あ、カズが何か持ってくるんだ。はい。あ、うわ。幸せな家庭だな。あったかいな、みけ。いいよ。あ、こっち座ったらいいかもしれないね。こっち全然いいよ。奈良さんと奥さんね。こっち座り。飯食って、飯食って。いいよ。俺取ってくれる。飯食った。なんか飯食わしたり。座りや。はい。はい、ありがとう。はい、ちょっと、はい、じゃああと10分集中。はい。何でもいい、喧嘩しよう。喧嘩って言う、そうやって美容には言い返さんも。どんなお姉ちゃんだよ、美容。なんかまあちょっとミクとか5個離れてるから、ちょっと舐め腐っとるね、ミクのことは。あ、離れてる方が舐め腐っとる。逆じゃないって。で、美容3個離れとって、なんか美容に言われて、美容のこと聞いてくれるの。あ、逆に年が近い。女だでかな。どっちも女。どっちも女。慣れてきたから本性が出始めたっていうのが分かる。昨日も俺車帰りビューって一緒に現場出たんだけど、俺が後ろ走っとって、こいつらから前走っとって。だからそいつらはどうなの？会社、まあ一回辞めるまで行ったとこ行ったわけじゃん。今は楽しいの？クレちゃんご飯こっちで食べる？声出せや。ディジーで、ディジーで。今そういう話しちゃったやろ。それ誰か拾ってくれると思ってかんどうなの、面白い、うん、面白い。あ、ジージー誰が楽しかったんだ。あ、ちょっと、じゃあちょっと続けてもいいかなってやりたいのを見つかるまではとか思いがあるんだ。あ、これ出せやろ、俺ら。でやっぱり誰と仕事するかって大事ですよね。あ、いやね、環境っていうね、
って、うん、まあなんだろうね、俺らもあったよね、若い時はね、誰っていうか、楽しいとかないよね、嫌いとかないよね、ない金欲しいでやっとっただけだし、人だよ、ね、そこの中でもさ、やっぱ自分の場を作っていきたいのあったじゃん、なので、その喋ってたりするしさ、楽しい方がいいもんね、で、その今の恵まれた時代だもんさ、こっちが拾ってくれたりさ、そう昔はさ、ほったらかしされるわけだ、本当にとてつもなくほってくる、昔はね、まあそうだよね、やったってもいいんじゃないかなと、あとはやっとるじゃん、そうですね、あの突き放すもやっとるし、フォローもしとるが、でもそれで厳しくしたんでしょ、まあ、最近厳しい、でもまだ俺たぶんお前ってあいつら厳しいですよ、俺が本当にさ、ダオチがさ、動画でさ撮った、あの、まあ撮ってあれだろう、まあお前声出せやーとか言って俺が言ってたんでしょ、多分なんか半分冗談現場で、それを使うのピンって投げたんだな、半分冗談で、ああ冗談じゃん、出会い以外が冗談僕も動かす知るわと思う感じるの今もその声がないなとか感じる、もちろんもちろん、しかもなんかこう 4,5 年ぐらい前にあったね、今日その話をたまたましたんだけど、なんかこの東京で足場の解体の時にたまたま朝顔が1枚めくれとるところから刺さなくて おじいちゃんに突き刺さった、あれも結局声がなかったわけだから、取ったのか取ってないのかもわからんと、だからそういう話をじゃあ100歩譲ってお前が死ぬならいいんだけど、お前が人殺した場合どうするのと、俺が今死んだのかもしれない、じゃあ俺じゃなくて他のやつ、それを今日言ったの、それで俺めっちゃ上手なのガチャ、まあね、怒ったの、聞いとんの、まあ、めっちゃ怒ったな、初めてあんなことだったんだけどな、これから声出せるかとか気合いっていうかもう当たり前思ったんだな、俺やったら本当にオチの息子じゃなかったら、ちょ、まあ、本当降りてこうお前って、けど例えばさ、できるできんがあるけど、もともと俺らができたらできんがあるけど、社会出たらできるできんは声出すのか、誰でもできる、だからそれがその誰でもできるもちょっと考えるけど、それも現場って出さな感じゃん、出さなかもんね、それを今伝えとる、だから今伝えとる、でそれをお前できるよ、できんじゃやらなかったの、お前が、お前ごめんね、恥ずかしいよね、向いてる向いてないじゃないよ、安全に繋がるもんね、それっていうのは、だから俺らができるで当たり前じゃなくて、お前ができんかってが、だからそれになれじゃなくて、できんと思うけど、なってから感動。なるほど。いや、こう、まあ、こっちに集中してるわけで、じゃあトラック入ってきたら、オーライオーライしろって僕言うんですよ、で、やるんですけど、こうやってやるんですよ、じゃあ声出すって言って、うるさい中で周りやっとって、トラック長いし、後ろ見えとるんだから、あ、危ねえだろって当たったら、お前しか今見えとるとこ嫌だよ、声出す、あ、俺、オーライって一回言って、ずっとこうやってやるんだから、声出せって言って、何でも声出すって、ずっとオーライオーライオーライ、もうちょいもうちょいとか言えんのって言ったら、敬語を使えばいい、オーライですって言えばいいのか、オーライって言えばいいのか、いや、オーライですよ、お前そっち、あ、いい方だと思うと違うやん、オーライです、こっちに止まってください、ありがとうございます、マジあるやん、自分で判断して、カッコつくの、正直正直ちょっとあの恥ずかしいの、恥ずかしかない、カッコつけたの、オーライでやすやろ、お前が喋りたいだけだよ野球部とかでも声出ししでしょ、だからあやちゃんどうなの、野球部には声出しちゃうでしょ、でしょ、だからできんやつなんか世の中にいない、俺はやっと仕事が好きになりかけたのにこうやって怒られたら、いや嫌いになるな、いやこれもね、これって全部仕事、ここの仕事じゃなくて全部つながり、全部ぞ、全てにつながる、全部つながっとるな、結局思うんですけど、お金って何でもらえるかって言ったら、その一つ責任が与えられるか、お手洗いっていいですか、お手洗いお金がもらえるってことは責任が与えられるからお金ってどんどん増えていくわけで、だけどそれが当たり前だと思ったらもう仕事じゃないですよ、でもまあいろいろ感じるものあるでしょ、だってまあその辺はまたまとまらんがまとめようとするんだ、まとめへんかまとめへんかまた
自分で振っといて、まあだけどあれでしょ、こういうことでしょ。怖い、この前の怖い。お前何で喋り出したの？喋り出したの？自分で。ミオが見てどうなの？ずっと弟を見てきて。家ではめちゃくちゃ喋る。本当に喋る。もう本当にうるさい。あ、静かにしてっていうぐらいうるさい。あ、本当。あ、そう。それはね、たまに俺も思うけど。で、電話が全然違う。たぶん、ミオちゃんに電話しとんだけど。あ、もしもし、今、あの、なんだっけ、あの、動画の人、今おるよ、同じ現場に。うん、それだけ。ほんとに、そういう、どうでもいい電話とかもしてくんの。マジ、鬱陶しないの、こっちからさ。そんな、なんか、イメージなかったのか。だから、そんぐらい喋るのに、そうやってなんか、現場とかになって、恥ずかしい場所に喋らんくなるから。そういうじゃね、恥ずかしいから返事しない。自由性が分かんねえよ。そうそうそう、自信がないじゃん、自信がないじゃん。俺を見とったら自信がないのかなって思っちゃうけど、どうなった？自信ないな俺に。わかったこれを言ったら本当にいいのかなみたいな。あ、自信がない。で、自信がないってこと、これ言って本当に間違ってるのかな、合ってるのかなみたいな。これもなんか自信でいいよ。お前今いい顔してる。ああ、そういう顔しけんね、こっちもこって大人に、それも見とるしさ。なんか、北山家には感動させられるな、俺も。俺、さっきから青春だね。なんか甘いね、そちら。俺、ちなみにさっきから全部肉食っとるね。肉だけ食うね。これも肉だけ食う。汗臭くなる。あの、一個はまあまあ何でもいい、あのオーライとか何とか何でもいいんだけど、自分が言わんことで相手の作業を増やしとる、そうそうそう、のはやめた方がいいと思う。だから自分が何でもいい、オーライすらわからんかったら「ダイスダイス」でもいいと思うんだ。相手はお前が声出さんことで、あ、こいつが下だと面倒くせえなとか、こいつが上だと面倒くせえなとか、こいつがケツ見てくれると面倒くせえな、他のやつが見てくれなったらなって思ってるよっていうことだけは思った方がいいと思う。じゃ最後に一言ずつ。こいつめちゃくちゃ疲れる。はい、もう最後、そいつの意気込みや。明日からの。明日から頑張ります。声出し、どうしますか？出します。じゃあ大きい声今出して。じゃあいいって。近所迷惑なって。じゃあじゃあいいって。さっきから大きい声出してるんで一人。おいって言って。おいって大きい声出て。そういう照れがダメなんだお前は。おいって言って。本社だ。本社だ。やば。はい。はい。回したから。はい。声もそこでも声が小さいもん。いつもの大きい声じゃないよね。じゃあさ慣れてないからさ。じゃあだから今言われたばっかだから今だけでも出すんだって。挨拶編じゃどんな仕事的にも出すんじゃないんだ。はい。バラ君、仕事にしてくれるのないか。そういうのがないから返事しろって言われる。はい。そういう感じでいけばいいんだよね、別に普段から別に。それは今はふざけかもしれんけど、何でも返事すればいいんだよ。はい、はい、じゃあ最後に意気込み言え、もう一回それを踏まえた意気込み言え。それは最後、それを踏まえた意気込みよ。明日からちゃんと声出しも頑張る、挨拶もちゃんと大きい声でする。それはミオが言ったからとかじゃなくて、できますか？できます。じゃあ頑張ってください。はい、すいません、締めたいんですけども。はい、じゃあまあ北山ファミリー、はい、いつもあのネタがないといつも通り行きますよ。ネタに困ったら今日もらえない。またネタなくなったから。ネタなくなって家庭模様、こんだけリアル話、本当にリアルだな。俺ももうね、もう本当に何の作りもない話をして、こんな話なかなか聞けないと思うから、どんべ作って、どんべぜひチャンネル登録、いいねで、また続き見てください。よろしくお願いします。お願いします。みんなでせーの、学びでねー、かわいいなみくん。その前の決め顔の人、今日決め顔でまた見てるやつ。こんな顔じゃないよ。